どうですか、国内の選手、誰かやってみたい選手いますか？お、いいですね。いきなり確信？ね、外国人は来れないかもしれないから。確かに、はい、そうですね。ね、そうなってくると、ひょっとしたらね、国内の、ね、トップコンテンダーとかとね、やるかもしれないじゃないですか、ランカーとかと。の WBO アジアパシフィックの山内選手ですか。あー、へー、はい、おうおうおう。WBO のランキングにも入ってるんで、はい、まあ、タイミングっていうか、まあ、そういうこういう状況なんで、うん、はいはい、そうですね、まあ、ありえなくもないなっていうふうには、はい。でも永谷選手、身長は171センチ。はい、171。あ、高いね、随分と。うん、減量はそんなにきつくない感じで。減量、結構きついですね。あ、きついんだ、やっぱり。じゃあ、この今後ちょっと階級を上げていくことも、はい、今後数試合したら階級を上げたりとかも考えてる。そうですね。あ、もう、はい、試合には入れながらっていう。まあでもすごいよね、21戦やって全勝だもんね、今ね、うん、21戦の 16KO、はい、うん、軽量級じゃね、すごいね、なかなかその KO 率は出せないから、うん、でもそこら辺の階級だと今、世界チャンピオンは日本人だと誰だろう、フライ級だから、今フライ級、はい、フライ級です。フライ級は今いないですよね。いない、スーパーフライか。スーパーフライ、内山さんが見てみたいのは誰ですか、中谷選手と。やっぱりね、カズトとかと見たいですよね。お、うん、あとやっぱ田中、ね、また復活した田中康生君と見たいですし、うんうん、中谷選手どうですか。はい、あのスーパーフライ級にもいい選手たくさんいるんで、まあ、そういうとこも目指して、まあ、まずはフライ級で名前を打っていかないとっていうところはあるんですけど、うんうん、あ、はい、そうだね、うん、まあ、いきなりこうスーパーフライに上がって誰だっていうような感じよりか、まあ、しっかり名前打ってからやる方が、まあ、周りの方もすごい喜んでもらえると思うので。中谷選手でも減量もうまくいってってところで、しばらくフライ級でやりたいっていう話もしてたじゃないですか。長期防衛っていうのもちょっと考えたりもしてるんですか。階級こだわらず、あの防衛っていうのにすごくなんていうんですかね、価値を見出してるっていうか、うんうん、はい、っていうところがあって、まあそうですね、まあ、成長していく上でやっぱ階級は変わってしまうことは仕方ないと思うんですけど、まあ、しっかり固定したところで防衛していけるような、まあ、チャンピオンになっていきたいなっていう目標はありますね。まずは初防衛ですもんね。そうですね、初防衛のこの内山さん、初防衛のこう心構えというか、やっぱり違うもんですか。いや、変わんないですよ。よく言うじゃないですか、あの取るより難しい初防衛って。うん、まあ、取る方がね、気持ちは入っ、もう取ったら世界チャンピオンだっていうね、それだけですからね、うんうんうん、やっぱもう世界チャンピオンになっちゃってると、やっぱ満足感出ちゃう人もいるじゃないですか、世界取ったっていう、はいはい、それでモチベーションが若干下がる人もいるかもしれないですけど、はい、うん、やっぱり防衛 していきたいっていう気持ちが強い思いがあるんでしたら、全然問題ないんじゃないですか。うん、内山さんが現役の時代にこう参考にしていた選手とかっていうのを。おー、まあ、タイプは全然違うけども、やっぱりパッキャーの振り込みとか、はい、ああいうのはすごい参考してたし、あとは、うん、まあね、メイザーとかも参考しようと思ったけど、メイザーはちょっとね、やっぱり戦い方が全然違うから、あんまり参考にはできなかったけど、やっぱりまあ、やっぱパッキャーかな、うん、一番、こう、ジャブジャブジャブ、ジャブジャブストレートとか、あの踏み込みのスピードとか、サイドに入りながらのストレートとか、うん、ああいうのはすごい勉強しましたね。うん、内山さん、なんかこの突然なんですけど、中谷選手の子と練習してみたいとか、ちょっとミット受けてみたいとか、そんなんどうですかね。あ、やっぱそれはやりた、ミットとか持ってみたいですね。本当ですか。うん、本当ですか。今度ね、もしタイミングがあればぜひ。あ、家はどこなの。うん、家、神奈川県の相模原市なんです。あ、相模原、あ、そっか、 MT ジムだもんね、あの16号沿いだもんね。そうです、あの八王子から高速降りて、ほんと15分ぐらい走らしたところでね。そうですね、よくあそこ通ってたまに見るんで。あ、本当ですか。今度通った時ちょっと覗いてみます。あ、よろしくお願いします。中谷選手がすごい内山さんのジムに行ってっていうのはどうですか。いや、ぜひ来てほしいですね。お、あ、本当ですか。はい、どういう感じなのかちょっと思ってみたい。あ、いいですね。僕もじゃあちょっとお邪魔していいですか、その時。ぜひ来てください。あ、本当ですか。ちょっと YouTube でやらせてもらいたい。大悟さんと中谷選手でスパーリングで。いや、スパーリングですか。マジですよ、ボクシング。
ボクシング一応ボクシング芸人なんですから。あ、いやいやいや、払わないと。スパーですか。はい、お願いします。お願いします。でも向かい合ったこと一回あるけど、むちゃくちゃ距離が遠いですよね。向かい合ったことあるんですか。はい、一回あるんですけど、すごい距離が遠い。あ、そうなんですね。うんうん。まあでも171センチありますからね。僕と1センチしか分かんないですもん。僕72ですから。そういう内山さん、距離が遠い選手っていうのは誰を 覚えてます？コラレスなんかやっぱ遠く感じましたね。身長僕より小さいんですけど、やっぱこうスタンス広くて、こうちょっと後ろ重心構えてるから、すごい、でスピードあるじゃないですか。はいはいはい。だすごい僕的にはやりづらかったですね。ただね、背でかくてリーチある人って別にそんなに距離感が遠いとかそこまで感じたことないんですけど。長期政権の秘訣とかっていうのは、そのさっきの言った、お誘いを、まあ、生活リズムを崩さないことです。もうそのくらいじゃないですか。あとはもうボクシングがずっと好きでいること、いやいやじゃなく好きでやるってことです。 そうですね。そこはでも中谷さんはもう好きですもんね、ずっとね。そうですね、大好きですね。いいえ。でも23歳チャンピオンだったらいいね。はい。ねえ、だって俺だって25歳でプロデビューしたんだから。そう書いたらさ、23歳チャンピオン取っちゃったら。ああ、そうです。ねえ、うんうん、どう、はい、結構やっぱもうモテるんじゃないの。いや、そんなことないです。これからもうモテるでしょう。ガチャバだったらモテるんじゃないですか。やっぱモテるっていうか、チヤハされますから。まだチヤハされたところで勘違いしちゃうと失敗するんで。特にね、現役チャンピオンなんかこの状況で、あの外で友達と飲みなんか行ったりしたら、コロナの中で何してんだと思われますからね。気をつけないとダメですよね。飲みとかそういうのないですもんね、飲み行ったりとかは。そうです、お酒を飲まないので。ああ、じゃあいいですね。それはもう最高ですよ。たまに釣り行くぐらいですよね、確か言ってました。釣り好きで、はい。釣りが好き。内山さんは釣りは？え、僕釣り行ってますよ、たまに。この間八丈島行ってきました。あとなんか内山さんちょっと聞いてみたいことありますか？いや、とあとね、ちょっとあれですよ、今日やっぱり酒入ってないから、ちょっと僕、あれですね、なんかあんまり警戒じゃないですね。うん、まあまあ大丈夫です。ね、なんか警戒じゃないなと思って。前は夜だったけど、今回は、ね。そう、昼間だからね、さすがに今から車で来ちゃった人と事務所まで。はいはい、はい、ね。だからちょっと酒飲むわけにもいかないし。なんか欲しいものありますか？チャンピオンになって、はい、チャンピオンになって、なんか欲しいものはある？これ買いたいなとか、欲しいなとか。今のところ特にないですね。大丈夫、そのうちよく出てくるから。そうなんですか、そういうもんなんですか。いや、そういうもんじゃないですか。やっぱりなんかね、ある程度お金貯まってきたら、あ、なんか車欲しいなとか、時計欲しいなとか、だいたい思うんじゃないですか、ね、みんな。例えば今23じゃないですか。うん。はい。30歳頃には何をこう、どうなってるっていうイメージとかはあるんですかね。やっぱチャンピオンでいたいっていう。おー、負けなしで。そうですね。うん、はい。でも30ぐらいまでやったら多分もう階級2階級ぐらい上がるんじゃないかな、171センチもあったら。やっぱじゃあバンタムぐらいまで行って、井上尚弥あたりとやっぱりね、やるところを見たいね、これからね。これから成長きますからね、ボクシング。頑張ります。え、楽しみです。え、そういうのを考えたことあるんですか？井上、いつか井上尚弥選手とか考えたことありますか？世界の頂点で戦ってる、本当に世界進出して戦っている方なんで、まあ、やっぱり戦いたいっていう気持ちはありますし、うん、そうですね、まあ、まあでもまずは本当に名前を売らないと。ありがとうございます。今年の抱負を最後、中谷選手お願いします。はい、そうですね、まあ、2021年、まあ、こういうコロナ禍の中ですけど、まあ、試合をしっかりさせていただける時になったら、まあそうですね、しっかり勝利という形で飾れるようにっていうのと、まずは初防衛しっかりクリアすることを、はい、目標に頑張ります。頑張ってください。はい、すいません、ありがとうございます。内山さん、今度赤谷選手がミッドウォッチ来た時お願いします。はい、あ、ぜひぜひ来てください。はい、あ、あとすいません、もう一個お願いあるんですけど、内山さん、はい、あの内山さんの YouTube で僕もバナもちょっと紹介してください。あ、了解です、わかりました。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ大悟さんが僕と飲みチャンネルやってくださいよ。
飲みチャンネル。はい。僕あんまお酒強くないですけど。大丈夫です。潰しますから。さらっと言わないでくださいよ。そこで、そこで、だから僕もあの紹介もしてください。あ、わかりました。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。